せよわし。精神の話はよして、現実の話をしよう。今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために、今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。資格もなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。先生としても君の負けだ。世界総人口の約8割が何らかの超常能力、個性を持っている世界で、かつて誰もが空想し憧れた職業が脚光を浴びていた。ヒーロー。それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕たちを守ってくれる存在。そして名実ともにナンバーワンヒーロー、誰もが認める平和の象徴。僕は彼に心の底から憧れていたんだ。きっかけは古い動画。もう大丈夫。なぜって、私が来た。彼の名はオールマイト。どんな状況でも笑顔を絶やさず人々を救ってくれる最高のヒーロー。そんな彼が言ってくれたんだ。無個性の僕でも君はヒーローになれると。そして受け継いだ彼の個性、ワン・フォー・オールを。夢は現実に。これは僕が